皆さんごきげんよう。今日は脳の領域を少し細かく見ていき脳内の情報伝達がどんな感じで行われているかを簡単に取り上げます。脳の領域と機能についてざっくり解説していきます。大脳変縁形大脳基底核脳幹肝脳を取り上げていきます大脳変縁形は大脳神皮質の下脳幹の上に位置する体上界、扁桃体、海馬などから成り立つ部分を示しています。 新ししししく発達たた大大脳脳脳によっってての奥へ押しやられてしまった古い脳ですとは言っても非常に重要な機能を持っており感情生存本能である食欲性欲に関連した行動の処理と調整を行います大脳変縁系の活動はストレスに対する重要な身体反応で内分泌系や自律神経系と密接に関連しています匂いに関する身体反応の処理も行います 体上界は脳量の変炎を前後方向に走る広い領域です体上界は大脳変炎系の各部位を仲介しています体上界は主に情動や痛みの調整記憶自己制御と関連しています体上界は不快な経験に対して意識的な身体反応を直接引き起こすと考えられています また恐怖や悪い結果の予想と回避にも関連しており、ネガティブな刺激から身を守る補助を行います。望ましくない結果の回避の学習は、記憶の重要な特徴の一つといえます。退場会は情報を快不快化にざっくりと分けて、これからどのような行動をするかを決定する意欲や動機づけに関係しています。扁桃体は、快、不快、恐怖などの感情と関連しています。 ここを切除された猿は恐怖心がなくなり、正常なら本能的に恐れるヘビを怖がらなくなり、食べようとしさえします。この症状をクルーバービューシー症候群と言います。ちなみに、扁桃とはアーモンドのことで、形がアーモンドに似ていることから名付けられました。喉の扁桃腺とは別物です。扁桃腺が腫れた場合は、喉が痛かったり、熱が出たりしますが、扁桃体が肥大した場合は、機能が更新し、 不快な感情が想起されやすかったり、感情的に敏感になったりといった PTSD のような症状が引き起こされます。詳しくは感情のところで扱います。海馬は側頭用の内側にある球場の器官です。ギリシャ神話に登場するポセイドンが乗るヒポカンパスという怪物が由来だという説があります。ヒポカンパスは上半身が馬。 下半身がが魚類で前足が水かき胴体の後ろ側に魚の尾ひれがついています。あるいは龍の音し後に似ているという説もあります。脳の海馬と無関係ですが、生打ちの別名を海馬というそうです。さらに関係ありませんが、生打ちの由来となったロシア語の「渋打ち」は都道を意味する言葉だそうです。渋打ち、生打ちです。生打ちの口臭はシロクマも逃げ出すくらい強力だそうです。 海馬は、感覚機関からの短期的な情報の制御やそれを長期記憶に移行させる際に重要な役割を果たしていると考えられています。長期記憶は大脳新皮質で保管されます。宮内皮質は記憶の形成に関連する領域です。内側球量は記憶される情報の前処理を行って、外側と内側の2経路を介して海馬へ出力します。外側経路は空間情報。 内側経路は非空間情報を海馬に伝達していると考えられています。視床下部はさまざまなホルモンの分泌を調節することで自律神経の交感神経と副交感神経をコントロールし性欲や食欲など本能的な行動や呼吸、体温、血圧、消化機能など体内環境を維持する重要な働きをしています。肝脳にも分類されています。 大脳底核は大脳の一番奥にあり大脳の表面にある大脳神秘質と同じく神経細胞が集まった部分ですこうした神経細胞の集まりのことを神経核と言います大脳底核もそうした神経核で即座核、単窄球比較微妙核、視床核、革質などから成り立っています運動開始バランス眼球運動 姿勢を制御すする構構造部位群で構成されています脳内の他の運動関連部位と強い結合があり、運動やを介して視床にも結合しています。認知と情動行動にも関連があり、報酬や強化、私癖行動や習慣の形成において重要な役割を果たしています。側座角は、報酬や快感、やる気に関連しています。単層球と比較を合わせた部分をレンズ角。 比較とと微上角をを合わせた部分を線状体と言います無意識的な運動を伝達する神経路のことを衰退路と呼びますがこうした運動を反射的無意識的に補助する神経路を衰退外路系と言います大脳基底核は衰退外路系に含まれます大脳基底核は脳幹や小脳と連絡を取り合って正常な運動ができるように制御しています具体的には 姿勢を安定させ運動の開始や停止を制御しスムースな動きができるようにしたり顔の表情を作る機能がありますそのため大脳基底核の損傷は運動障害として現れます有名なものとしてはパーキンソン病がありますパーキンソン病は酷質を損傷しドーパミンの分泌量が減少した結果手足が震えたり動きが鈍くなったりします 当事者となったバック・トゥー・ザ・フューチャーの主人公役を務めたマイケル・ J フォックスの話が有名です30歳で発症して37歳まで症状を隠しながら俳優業を続けたそうです39歳で一度引退しパーキンソン病の研究女性活動の財団設立自伝執筆などしたそうです現在は俳優業に復帰し多くのドラマ作品に出演しています 遺伝性の疾患であるハンチントンブトウ病では、微状核の異常によって、自分の意思とは関係なく手足などが動いたり、顔の表情が変化するという症状が現れます。小脳は大脳の後ろの下側、後頭部にある大脳の10分の1程度の大きさの小さい脳です。小脳も大脳と同じように左右の半球に分かれています。小脳半球といいます。表面が開白質。 中が白質になっているのも大脳と同じです。小さいですが大脳以上のシワがあり、表面積は大脳の75%に相当します。さらに大脳の神経細胞が約140億個なのに対して小脳の神経細胞は約1000億個以上あります。小脳は体のバランスを保ちながら運動をコントロールしています。大脳からの指令を調整し、大脳規定核などと連携しながら、 スムーズな運動を可能にしています特に意識することなく歩いたり走ったりさまざまな運動ができるのも小脳の働きのおかげです。さらに小脳には学習によって獲得した動作を記憶しておく機構があります。自転車やピアノの弾き方職人の技も小脳がそれらの情報を保持しているからできます。 また、目を閉じた状態で自分の鼻や口に触れることができるのも小脳が正常に働くためにできます。そのため、小脳に異常が生じると、体のバランスが取れなくなったり、スムーズに動けなくなります。アルコールを取ると体がふらつくようになるのも、小脳の働きが低下するためです。アルコールを摂取し続けると、アルコール性小脳失調症、アルコール性小脳萎縮症となり、 アルルコールの長期的摂取で脳萎縮が進行しますすす断酒によよって改善するようです脳幹は大脳の下、脳の最も奥にあります。肝脳から遠髄につながる幹状の部分のことを言います。抗議には肝脳、中脳、胸、遠髄まで、強儀には肝脳を除いた中脳から遠髄までを指します。進化的には最も古い脳で、魚類や両生類などの脳は、 ほとんど脳幹,が占めています脳幹は大脳から脊髄へとつながる神経の通り道であると同時に心臓の動きや呼吸体温体内環境の調節など生命活動を維持するための重要な働きをしていますそのため脳幹が機能停止になると死亡します大脳が機能を停止して脳幹だけが活動しているのがいわゆる植物状態です さらに脳幹には神経伝達物質を脳内へ放出する神経細胞の集まりがあります。中脳は視覚や聴覚の中継をするとともに眼球の動きや光の強弱により目の動向を開閉する反射機能、近くのものを見るときの調節機能などに関係しています。今日は円髄のすぐ上の部分で脳と円髄や脊髄、小脳を中継しています。呼吸や食べ物を噛む動作 顔面の動きなどに関係しています最も下に位置する塩髄は心拍呼吸血液ものを飲み込む動作咳やくしゃみをコントロールしていますまた脳幹には神経細胞と神経繊維が網の目のようになっている部分があり毛様体と呼ばれていますここは意識や覚醒睡眠と関係しています生命維持に不可欠な機能に関連しています 地脳は大脳の下の中心部分にあって、視床、視床下部、下垂体別名脳下垂体、消化体からなります。視床は、嗅覚を除くほとんどすべての感覚を大脳へ伝える中継地点になっています。嗅覚だけは直接大脳へ伝わります。ちなみに視床とは、内部の部屋または寝室の意味です。 支障下部はさまざまなホルモンの分泌を調節することで自律神経の交感神経と副交感神経をコントロールし性欲や食欲など本能的な行動や呼吸体温血圧消化機能など体内環境を維持する重要な働きをしています。下水体別名脳下水体は視床下部の下にぶら下がるようについている1トル程度の小さい部分です。 大ききく前歯とと葉に分けることができます下垂体は視床下部との連携のもと体内環境を維持するためのホルモンである成長ホルモン甲状腺刺激ホルモン腹腎皮質刺激ホルモン卵黄刺激ホルモン黄体形成ホルモンプロラクチンバソプレッシンオキシトシンなどを分泌しますなおプロラクチンは女性ホルモンの一種で乳腺刺激ホルモンまたは黄体刺激ホルモンともいいます オキシトシンも女性ホルモンの一種で、子宮を収縮させたり、心を穏やかにする作用があります。オキシトシン警備スプレーによって、自閉スペクトラム症の対人コミュニケーション障害傾向が改善される傾向を示した研究や、高社会的行動への影響を示した研究が報告されていたりします。バソプレッシンは、血圧の上昇や尿量を調整する作用があります。消化体は、支床の後ろ側にあって、 体内時間つまり一日の生活リズムを調整するのに関連したメラトニンというホルモンを作り分泌しています脳の毛細血管には血液脳関門という細菌や毒物など有害な物質を入れないための防御システムが備わっています体の他の部分にある毛細血管は組織細胞と直に接しており直接物質のやり取りをしています ところが脳の毛細血管は、直に神経細胞と接することはありません。グリア細胞が毛細血管の周りを取り囲むようにあり、脳に必要な物質だけをグリア細胞が選択して通過させています。また、脳の毛細血管自体も普通の毛細血管とは異なる構造をしています。普通の毛細血管の内皮細胞の間には隙間があり、その隙間から血液中の物質が通り抜けられるようになっています。 しかし、脳の毛細血管には隙間がないため通過することができません。ない非細胞の壁自体を通過できる物質も限られてきます。この血液の関門を通過できるものは、脳で必要となる酸素や水分のほか、栄養素であるブドウ糖や神経伝達物質の材料となるアミノ酸などです。反対に追加できないものは、細菌やウイルス、多くの化学物質です。 グルタミン酸もギャバが脳に良いぞと言われて商品が大売れしていた時期もありましたがこれらも血液脳関門は通過しないのですとはいえ体にとって有害なものでも血液脳関門を通過してしまうものもあります例えばアルコールやニコチン麻薬などですまたストレスにさらされていると血液脳関門の働きが弱まって健康な状態では通過させない細菌などを通過させてしまうこともあります 脳を構成する細胞には、神経細胞別名ニューロンとグリア細胞があります。神経細胞は脳全体の10%で、残りの90%はグリア細胞が占めています。グリア細胞とは、神経細胞の働きを助ける重要な役割を果たす細胞です。脳の複雑な活動は神経細胞のネットワークによって成り立っています。ちなみに、ニューロンとは剣や綱を意味している言葉です。 脳全体では千数百億以上の神経細胞があると考えられていますが、はっきりした数は分かっていません。ちなみに、大脳神秘質には約140億コンマ1平方ミリメートルあたり約2万から10万の神経細胞が密集しています。小脳にはここだけで1000億以上もの神経細胞があると推測されています。神経細胞は細胞体。 状突起、軸索別名神経繊維と呼ばれる部分からなっています。細胞体とは神経細胞の本体で、他の細胞と同じように核やミトコンドリアなど細胞を構成する器官があります。樹状突起は細胞体から何本もの枝のように伸びている突起で、他の神経細胞からの信号を受け取っています。軸索別名神経繊維は、細胞体から1本だけ長く伸びた部分です。 状突起で受け取った信号は軸索の中を伝わっていき軸索終末と呼ばれる末端にたどり着きますそしてさらに他の神経細胞の樹状突起へと信号を伝えていきますまた軸索には随章別名ミエリン症というグリア細胞によって作られたところどころにくぼんだ被膜があり軸索を流れる信号の伝達速度を速める働きをしています脳細胞の90%はグリア細胞で占めています 神経細胞の隙間を埋めるように存在していますグリア細胞は神経膠細胞とも呼ばれています。これはもともとグリアがニカワを意味する言葉を由来としているためです。ニカワとは動物の皮や骨を煮詰めて作ったゼラチンを主成分とした接着剤です。グリア細胞はニカワのように神経細胞を支えまとめちょうど結合組織の働きをしています。 他にもグリア細胞には神経細胞に栄養を与える脳内の老廃物を処理する有害物質の侵入を阻止する信号の伝達をスムーズにするなどの役割がありますまた最近グリア細胞も神経伝達物質などの化学物質を使い脳内で何らかの信号をやり取りしていることが分かってきましたグリア細胞は形や役割の違いから正常グリア別名アストログリアまたの名を大グリア 小グリア別名ミクログリア、既突起グリア、別名棒突起グリアまたの名をオリゴデンドロサイトの3種類に分類することができます。星状グリアは、グリア細胞の中で最も多く、星のような突起を伸ばした形をしています。神経細胞を支えて、血管から取り込んだ栄養を神経細胞へ供給しています。さらに、脳内へ血管を通して有害物質が入らないような関門の役割をしています。 コグリアは脳内の免疫機能を維持し、老廃物、死んだ神経細胞や細胞などを処理するなど、血液中にある白血球のような働きをしています。まれ突起グリアはとも突起グリアとも呼ばれ、突起を神経細胞の軸索に巻きつけずいしょう、ミエリン症という絶縁体効果のある被膜を作ることで信号の伝達を早める働きをしています。 手で感じた刺激が脳に伝わるのも、さまざまな活動も、すべては神経細胞内を電気信号が伝達することによって起きます。とはいえ、電気信号が伝わるといっても、電線の中を電気が伝わる仕組みとは全く異なっています。電線の電流はマイナスの電気を帯びた電子が流れることです。しかし、神経細胞内では、細胞の内と外の電位差が逆転することで電気信号が伝わっていきます。 ニューロンの細胞膜には細胞の外と内の間でイオンを通す通り道であるチャネルがいくつもあります。この通り道はタンパク質でできていてイオンを輸送するポンプやドアの役目をします。この働きをするタンパク質をイオンチャンネルと呼びます。イオンチャンネルはドアを開いたり閉じたりしてイオンの通る量を調節しています。神経細胞は細胞膜で包まれています。通常、 細胞膜の外には電気的にプラスのナトリウムイオンが多く細胞膜の中にはカリウムイオンが多くあります。イオンとは電気を帯びた原子のことです。そして細胞膜には中にあるナトリウムイオンを組み出し外にあるカリウムイオンを取り組むポンプがあります。 このポンプは常に細胞内にあるナトリウムイオンの方を多く外へ組み出す働きがあるので細胞膜の外の方が少しだけプラスの電位が高くなり細胞外がプラス細胞内がマイナスになっていますそこへ信号が伝わると信号を受けた部分の細胞膜にあるナトリウムイオンチャンネルと呼ばれる穴が1ミリ秒つまり千分の1秒ほど瞬間的に開き細胞内へナトリウムイオンが一気に流れ込みます この結果通常の状態とは逆にその周辺では細胞内の方が細胞外よりプラスの電位が高くなりますこの細胞内のプラス電位のことを活動電位別名インパルスと言います一瞬発生した活動電位は細胞内にあったカリウムイオンを外へ排出することですぐに元の状態に戻ります このようにして次々に隣のナトリウムイオンチャンネルが開くことにより、活動電位がバトンリレーのように伝わっていきます。電線の中を流れる電気は電気抵抗のため、距離が長くなるほど弱まっていくのに対して、神経細胞の中を伝わる電気信号は弱まることなく伝達されていきます。電波速度は最大、秒速100メートルほどです。神経細胞では、樹状突起で受け取った電気信号。 活動電位が軸作の末端ままで伝わっていきますそして次の神経細胞の樹状突起へと信号を伝えていくことになりますところが軸索の末端と樹状突起の間にはわずかながら隙間が開いており神経細胞同士は直接つながっていませんこの神経細胞同士のつなぎ目周辺部分のことをシナプス別名軸索終末と言いいシナプスにある隙間のことをシナプス感激と言います シナプス感激の隙間は5万分の1ミリ程度しかありませんが、電気信号を伝えることはできません。そこでどのように信号を伝えているかというと、電気信号を化学信号に変換しています。樹状突起で受け取った信号は軸先の中を電気信号として伝わっていき、軸先の末端にあるシナプス終末別名終末ボタンと呼ばれている少し膨らんだ部分へたどり着きます。 シナプス終末に来た電気信号の刺激によってシナプス終末にあるカルシウムチャンネルが開いて外からカルシウムイオンが流れ込んできますその結果シナプス終末内にあるシナプス照胞という小さな袋から化学物質が放出されますこの化学物質のことを神経伝達物質といいます神経伝達物質にはノルアドレナリンやドーパミンセロトニンなど多くの種類があります 要するに、神経細胞の軸索の末端にあるシナプス終末まで来た電気信号は、ここで化学信号に変換されて、次の神経細胞の樹状突起へと伝えられます。この神経伝達物質を放出する側の神経細胞をシナプス前細胞別名シナプス前ニューロン、受け取る側の神経細胞をシナプス後細胞別名シナプス後ニューロンと言います。 シナプス全細胞から放出された神経伝達物質がシナプス5細胞にある受容体別名レセプターへ結合すると受容体にあるナトリウムチャンネルが開きますするとナトリウムイオンが細胞内へ流入し再び活動電位が発生しそれが神経細胞内を次々に伝わっていきます脳は神経細胞のネットワークによって成り立っていますしかし神経細胞同士はつながっていません そのため神経細胞を伝わってきた電気信号は化学信号に変換されて次の神経細胞へ伝えられます。なぜ神経細胞同士はつながっておらずわざわざ電気信号から化学信号へ変換するのでしょうか。それはもし神経細胞同士がつながっていて電気信号だけで情報が伝えられる仕組みになっていたらすべての情報がそのまま一気に脳全体に伝わってしまいます。 脳はその部位によって役割が異なり、別々の働きをしています。そのため、同じ情報を脳全体に伝える必要はありません。むしろ、すべての情報を脳全体に伝えてしまうと、情報過多になって、正常な働きができなくなり、脳がパンクしてしまいます。例えば、転換という病気は、信号が流れすぎることによって起きてしまいます。こうしたことから、神経細胞を伝わってきた電気信号は、 途中、化学信号へ変換することで、その信号を次の神経細胞へ伝えるかどうかコントロールできるようになっています。化学信号の中には信号を抑制するものもあります。神経細胞内を伝わってきた電気信号が必ずしも次の神経細胞へ伝えられるとは限りません。伝える必要のない信号は途中で消滅するようになっています。 このように電気信号を一旦化学信号へ変換するのは必要な情報だけを適切な場所にのみ伝えられるようにするためというのとより複雑な情報伝達を可能にするためという理由があります。